疲れ様です。来たら、はい、待ってますか。行きましょう。ハーレーダビッドソンって何か。そうですね。お前ハーレーダビッドソンとマルボロマンっていう映画知ってる？いや知らないです。ベースオークションかつて俺はマルボロマンって呼ばれたんだな。えい、お疲れ様です。えい、お疲れ様です。ウェイ、お疲れ様です。なあハーレー、ちょっと僕その映画見てからなあハレイ、今日も行こうぜ。行きましょう。なあハレイ、俺のことマルボロマンだよね。わかりました。マルボロ社長だよね。マルボロ社長、ね、どこのハレイのリーズ。そんな喋り方しんやハレイは。そうなんですか。どういう喋り方。なあマルボロマン、なあマルボロマン。ダセーなお前。お前のじゃ映画ヒットしんわ。俺だったらヒットするけど。今日はね、同級生のバイクをハーレー持っとるから、まあ、それ、まあ、売ってもらう、売ってもらうとか、まあ、札束で買っちゃう。札束で騙しちゃう。そうですよ。まあ、そいつも商売やってる社長だけどな。あ、はい。ハーレー買ったらしくて、はい、大型のハーレー、はい、うん、買ったらしくて、めちゃめちゃかっこいいらしい。まだ俺も見てないんだわ。で、結構俺の同級生ハーレーとか乗ってる子おるんだわ、何人か。あ、そうなんですか。そうそうそう、バイクだろ、今日は。バイクですね。まあ、行ってすぐ近くなだよ、友達の会社。そうなんですか。うん、近い。そこは、あの、まあ、任内っていうか、あの、ガス関係の仕事とリフォームやってる。うちのリフォームたまにやってくれる、社長が。あ、はい、そうなんですか。まあ、で、給湯器とかも劇的なやつだして知り合いるし。はい。すごい、すごい力持ってるな。そんな人がハーレー。うん、そんな人がお前ハーレーダビッドソンになっちまったお前。まだ一人ハーレーになったとこがおるわ。ハーレーの前は何か乗ってたんですかね。いや、バイクは乗ってなかったよ。免許だけ持っててみたいな。そうそう、あの車のあのベンツ乗ってる、何だ、1700万か2000万、1400万のベンツ乗ってるやつだ。あの人、あいつがハーレー買ったって。ええー、今日売ってもらおうかなって売ってくれるかな。いや、もう新車ですよね。まあ、買ったみたいな。新車だろう、中古しかないのあれ、ハーレーって。新車ありますよ。新車もあるの。はい、まあ、買ったものにもよりますけど。ああ、そういうこと。旧車みたいなやつもあるんだよ、やっぱハーレーで。ありますね。そう、全然わからんもんな俺。もうアイドリングするだけでエンジンオイルがどんどん飛んでいくみたいなバイクもありますよ。嘘、それフォーストで、はい、ツーストで。ツーストですね、多分。あ、ツーストのあれもあるの。でも、いや、最近のバイクはツーストないですね。もうないだろう、はい、昔だろう、あの臭いでな、あれ多分法律に引っかかるんじゃないの。そうそう、あのガスのなんとかオイルが出ちゃうもんな、多分な。引っかかりますね。でオイル燃やして走るだろあれ、ツーストオイルって、はい、常に減らし続けて走ってるんで。走ってるだろ、それいかんわな、もう飛ばして走ってるみたいなもんだもんな。そうですね、そういうことだろう。最近もでもよく見ますけど、白い煙上げて走ってますもんね、うん、ツーストのバイク。まだおんの。います、います。今日は髪の毛なびかせれるな。いやでもヘルメット。ヘルメットなんか買うんかお前。あ、ノーヘルで。当たり前だろお前。さすがです。これは言っとくけど、視聴者の皆さん、ヘルメットかぶったらマルボロマンになれんから。そうかぶった時点で終わりだわ。人間は。いや、かぶらなかったらそれはそれで終わりですけど。そう、まあ経営者は失格だよね、確実に。マルボロマンとしては合格かもしれないけど、経営者としては確実に失格だよな。そうですね。だけど行動を走らんときはいいだろ別に。まあ私有地なら、私有地なら関係ないだろ。大丈夫だと思います。名古屋が俺の私有地みたいなもんだろ。そうなんですか。当たり前だよね。お、開いてるやん。ここ前撮った。あ、バスか。あ、おお。めっちゃかっこいいやん。めちゃくちゃでかいっすね。あ、くね。めっちゃでかかったなあれ。ですね。あれプラモデルで作るやつだろ。なあ。あれプラスチックですかね。あ、いやいや、プラモデルでめやつじゃない。めっちゃかっこよかったな。シャーチャー。うふい。使った。何これ。いや、かっこいいじゃん。これすごいね。ていうか二人乗りでいけんちゃう。うわ、これすごいね。本当プラモデルで作るやつだよね。これ。わーわー有名なやつだよね。でかっ。何これ何キロなの？作業車で十分。あ、エンジンが。そうそう。1690。だってクラウンで2500か。そうそう。え、クラウンで2号と3号だよな。変わらないよクラウンと。いかつ。またいてもいい。熱っ。まもろ熱っ。もう液体がそこに。おお、躍動しとるやん、ゲーズボンが。慰謝料だぞこれ。
社長違う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 、しかも見とって足見とけよ、はい、ずーっとやばっついね。いつ納車したん？もういつだった？先月？先月納車？そう。すごい、いかついわこれ。めっちゃかっこいいですね。これでも動画で話したんだけど、うん、売ってもらうことになってるから、これ100万で100万で。てらかっこいいね。はい、マルボルは今日もマシン流そうぜ。かっこいいわ。エンジンかけていい？どうなんの？もうかかる。もう鍵、これ鍵じゃないの？もう開きっぱなんだよ、開きっぱ。え？これ使う？これ？分かんない。動かない。おお。熱っ。やばいねこれ。めちゃくちゃすごいですね。カシ。カシ。ごっついわ。 LED とかも純正ですか？これ違うんじゃない？後付けじゃないですか？後付け、すごい。全部でない350万、そう、50、60。やばいでしょ。すごいですね。僕の車2台から買いますよ。デミかよ、ミラー使い物にならんかよ。全く見えんすね。全く見えんぞ、お前こんなもん。お前おまけだろ、法律クリアしてるだけだろ。あの、クリアしてるんですかね。見えんでしょ、こんな。これ、車検通っとるで、大丈夫だよ。で、車検証つけとかなあかんだけでしょ、だ。そうそうそう。見える、見える。見えんでしょ、ほんまに。見える、見える、見える。見える。俺、自分の顔が見てんだわ。これじゃあ、ちょっと俺の鏡の上、ちょうどここに隠れちゃう。これ、雲のところに俺の顔、ね、髪の毛隠れちゃう。ていうか、俺、単車乗しまったら、髪の毛飛んでこないから。あー、やばいっすね。ちょっとやばいかもしれない。大丈夫か。ブレーキだもん。もう車だもんな。すごいっすね。すごいね。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。新車だなもんな。綺麗。もう起き上がらんだろこれ。もう上がらん。もう上がらん。うわすごいねこれ。でもこれ倒したらこれ絶対割れるよね。もうダメでしょ。もうダメだよね。うわすごいな。一応これこういう倒れ止めバーみたいなの。で一応ついてる。まあ足潰すってことだもんな。もうダメだから。だけどこれがあるでまあ足は潰れんよってことだね。あこれで一応キックネジも開ける。こっちがツーパック。あリターンギアついてるんですか。あどういうこと。バックス。バックギア。バックギア。お前お前誰だそんなこと考えたやつは。バイクにバックなんかつけたやつは。嘘でしょ。ほんとほんと。バックバック。バックついてんのバイクに。最近のバイクありますよ。必要ねえだろ。あるか。本当に坂道とかで取り回すの大変なんですよ。あそういうこと。やっぱ使う。使う。あ使わん。使わん。バックするならもういいや道間違えてもらうでしょ。今度バックしゃれえよな。怖くて。ちょっと外出そうよ外。タカさん、動かしてよ。光に当てたらまた違うんだ。そこもまたがらないと。もうダメだね。あっさなんか変な光景ですね。ニュートラルだけやるな。ニュートラルは一足の次なもんで入れづらい。入れづらいね。前前前でちょっとやる。やばい。ニュートラルが分からん。こっち？前前前で。怖い。
まあじゃあこれ100万円でお買い上げでいいっすわ。100万円で改造費にしかない。え？この辺しか。これパーツだけで高いでしょ。ね、なこれ全部変えたん。これ変えた。もう全部こうなんかカバーとかも。カバーね。すごいわ。皆さん上がりましたか。こんな感じです。ハーレーダビッドソンね、まあ、こっちから撮った方がかっこいいから、タカちゃんこっちで撮る。まあこれがハーレーですわ。ハーレーですね。まあ皆さん欲しかったらリブテックまで電話してくれたら、1-04で電話して、名古屋市港区のリブテックさんで検索したらできます。よろしくお願いします。はい、じゃあタカちゃん一緒に、また見てね。